あーもう3連休も終わりか。ねえねえ何してた3連休。3連休はどんな依頼が来るかなって楽しみに待っていたよ。すごいなそれ。なんでそんな部活熱心な。え、だって楽しいから部活のために学校来てるのもんじゃん。え、逆に何のために学校来てんの。いや勉強だろ。いやうるせえのが来た。やばい、このチャイムが鳴り終わるまでに席に着くんだ。うない。ギリアウトかな。アウトじゃないよ。なんで遅刻気味なの。え、知らない。いやこいつさ、夜中までいつもゲームしてるからさ、俺らに起こせって言うんだけど今日起こすの忘れてた。ふざけんなよマジで。人としてどうなんだてめえはよ。おおおてかでもさ、あれユンちゃんいなくない今日。誰か。なんか知らない人は来たわ。ねめっちゃ遅刻して来てるけどあれ誰。みんなおはよう。なんか知らない人話しかけてきたんだけど。おいクソデブ誰だてめえ。なんでそんな嫌なこと言うの。言うんだよユン。なんかついに偽物まで現れるようになったんだね。なんか聞いたことあるけどなんか別人か。奇世界じゃない。奇世界ユンってこと。多分間違えてるよ。中にデブミ入ってるよ。最悪や。ねあいつ嫌いやねん俺。いや言ってやんなってそんなこと。どうそんなこと言うの。だもうな、なにお前誰だよ。あ、ユンだっけユン。いや俺違う、絶対に違う。俺らの知ってるユンちゃんはもっとスリムだった。ちょっとデブだけど。でもそこはスリムだよ。なんて言ってんの。わからない、さらにわからない。え、本当にユンちゃんなの。本当に、本当にユンだよ。お腹空いちゃうよ。よいしょ。めっちゃ食ってる。キモすぎ、キモすぎ。めちゃくちゃ食ってる。いや、ハムスターみたいな食ってるじゃん。もうハムスターが種食う時の食い方じゃん。ハムスターじゃないよ。おい、食うな、もう食うな。食いながら食うな。おい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 、食うな、それ。ツッコミどころ大量だな。文句ばっかり、もうやめろ。文句は言ってねえよ。お前、その体、その足で支えられてんの。カカシじゃんこいつ。てかお前今日普通に遅刻だよ。いやちょっと、なんだよ、いつも遅刻しないのに。え、だから絶対お前がデブになって足遅くなったんだよ。だよ、歩くのどうしたんだよお前。この3連休で食いすぎだろ。じゃあちょっとお腹すいたって。ストレスで食いすぎちゃったってこと。かわいそうだな。はははははは。おいクソデブ、どうした急にそんなデブになって。太りやすいタイプもいるんだよ。そんなこと言うの。笑いすぎだろ。うるせえな。でもさすがにやばいよねあれ。いや太りすぎだろあれ。こんな授業入りまるよ。食うなもう。おい早めにすんなお前。汚ね食い方しやがって。お腹すんだよ。お前もうね椅子壊れてんじゃん。え埋まってるよ椅子が。肉で自分で椅子になってんだよ。ボロいんだよ。椅子ボロいんじゃねえよ。お前がデブいんだよ。あとうるせえ、もう授業始まるから飯を食うな。あとちょっとだけ。あおい食うな。もういいいい。もう食うな。どんだけ食うんだお前。よし、やっと授業終わった。いや今日午前授業だったから楽だったわ。よし、部活部活帰るわ。ほら、食…おい、待て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 、一旦飯食おうぜ。お前足遅いな。もういいじゃん、ご飯食べに行こうよ。足埋まってないそれ、大丈夫。なんか遠くから見るとちっちゃく見えんのあいつ。ほら、なんかこいつちっちゃくなってね。おいおいおい、もう食うな。食うな、別のものを。何もう…行儀悪いな、お前。ねえどうするこいつ。ねえ依頼どころじゃなくない。まあ確かにやばいでしょこれ。この肉団子どうすんのこいつ。まあ落ち着けなってサンド。俺は落ち着いてるよ、てかちょっと体調落ち着かせて、まあ、とりあえず俺は腹やったから食堂行きたい。あ、落ちしまいか。じゃあお前は来ん。お前は行くなって。すごいね。いやいいや、連れてこうぜ。こいつ連れてって俺らだけいっぱい食べよう。もうそっから、そっからトレーニング。でも俺らより食うかもよ。いやダメ、食わせない。あ、食わせ、ああそういうこと。そう、俺らだけ食べる。もうトレーニング、お前は。え、もうやばい。いや、お前は太りすぎた。今日からダイエット計画や、クソデブ。ああ、やばい、そんなのやばい。何言ってんのか分かんねえよ。震えて眠るがいい。お前はダイエットする羽目になる。そして俺らはお前の周りでレロレロお菓子を食べるだろうな。性格悪すぎだろ。そんなのやだよ。お前は日本語喋れ、まず。俺なんか飯食うぞ。おい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 、おいお前、そうやってエネルギー補給ばっかしてるから太るんだよ。しょうがないじゃん、お腹減っちゃうんだ。何もしょうがなくねえよ、お前。なんでお前、この教室と食堂の距離で疲れて飯食ってんだよ。いや、しょうがない、カロリーを摂取しなきゃ。いや、しょうがない、しすぎなんだよ、もう食うな、バカ。待て、ねえ、この3日間何食べてた、そうなったの。確かに。
巨大なおにぎりと、あとお菓子と、あのローストチキンと、あのハンバーグ4切れぐらいと、あとカレーライスも食べたし、牛タンも食べた。あ、親子丼も食べた。美味しかった。食いすぎだろ。食いすぎ。お前お菓子禁止。マジ太りすぎ。確かにお菓子禁止にしよう、まず。え、やだよ。だってお前外出れなくなっちゃうよ、そんなんじゃ。いい意地悪思いついた。意地悪って言うねよ。何？デブレース。どういうこと？どういうこと？どういうこと？デブ。え、それは何？いじめを思いついたって話？うん、どういうことだよ。やぶん、これを言うことによって、うん、嫌じゃん。自分がデブって再認識するじゃん。なるほどね。で、痩せるっていう。普通にデブって言いなよ、じゃあ。良い子は真似しちゃダメだからね。お、また食ってるって、ほら、ストレス。おいおい、クソデブ何食ってんだよ、お前。これさ、半分サンドが悪い説出てきたけど。じゃあ、でも痩せるの、痩せたいんでしょ？痩せたい。お前、今持ってる飯全部ここに出せ。そう、出せ。サンドに渡せ。ほら、早く出せ。持ってるやつ。ハンバーガー。ケーキ。どんだけ、ハンバーガー。ケーキ。どんだけ持ってんだよ。おい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 。おいおい。おい、なんでサンドイッチ持ってんだよ。多すぎ多すぎ。おお、めっちゃ持ってんな、お前。もういい。なんで、隠し持ちすぎだろ。どこに入ってんだよ。おい。吐き出してんのか、こいつ。すごいすごい。何？よ、4次元ポケットやばい。今おかしいの出てきたぞ。なんで安産感持ってんねん。食うすか。なんか食感だけ何もなくなった時に海外しようの。おデブが。何もないよ、ほら。ほい。すごいすごい、地震がすごいからジャンプしないで。地面が揺れてる。プレハブだったら壊れてるわ。俺帰っていい？いや、ダメだよ、お前。今からダイエットすんだよ。てかさ、待って、ゆんちゃんさ、今何キロあるの、体重？100キロぐらい、130ぐらい。もっとあんだろ、こんだけでかかったら。嘘つけ、正直に言え。200キロ。死ぬぞ、お前。なんで、よく3日で逆に200キロ太れるな。お前、マイナス100キロすんなよ。どんだけ見え張ってんだよ。確かに。本当だよ。バレるだろ。ああ、そういえばさ、なんか物質にさ、ベンチプレスみたいなあったよね。ああ、ダンベルとかあるわ。ダンベルあるよね。そうじゃん。痩せれるじゃん。ほら、行くぞ、じゃあ。行くぞ。今からダイエットや、お前、飯抜き。飯抜きで。おい、寝るな、デブ。何してんだ、早くしろよ。早く行け。ほら、行け。早く。走れ。私がダイエット成功すると思うとは。チャンネル登録と高評価お願いします。ゆんちゃん、ほらハンバーガーだよ、ほら。なに？おい！おいおい、やめろやめろ。ぜー、俺が食べる。サンドそのままお前ごと食われるよ。鬼だお前。あ、ゆんちゃん、物質に食べ物あったよ、そういえば。ああ、そうだった。やばい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 、確かに。ちょっと止めないと早く回収しろ。物質の箇所全部回収しろ。食べ物食えない。もうダメ。取ったか。取ったよ。よし、取った。いいぞ、入って。食べ物はない。あ、ゆんちゃん、ほら。え、ゆんちゃん。いや、うんこだ。チョコレートソフトクリームがあるよ。いや、お前のうんこやん。これチョコレートなの？うん。おい、何をやらしとんの、お前は。お前食わせんなよ、バカだれ。本当に食うと思わないじゃん。なんで極限状態なんだから今。極限状態っていうか極限のバカだろ、あいつ。もう大問題だよ。イカれてるよ。よし、これビフォーアフターのために写真あれしよう。確かに飾っとこう。これは残しといた方がいいな。いらねえよ、これ。これだね。デブ。こっから痩せるよ。これもうだってもう4倍ぐらいになっちゃってんじゃん、もともと。何これ。お前だよ。ほら、お前はまずこのダンベルを持て。ダンベルなんか無理だよ。さっき食べたみたいにさ、腕振れ。これ重いの持ってないよ。もう持ってんだよ。なんだそれ。ダンベル。それダンベル、お前、体に入り込んでるせいでなんだか分かんなかったよ、一瞬。お腹の中に入っちゃってんのよ、ダンベルが。早く、トレーニングして。はい。はい。おー、頑張ってる、頑張ってる。おー、いける。なに、お前だから。おい、デブ、寝るな。食うモーションすんのやめろ。食べないから何も。元のユンちゃんの写真あった。ほら。あ、今の若い、ゆっくり。現実逃避をするな。お前今これだ。このクソデブだ。おお。ほら、やってる気になったか。頑張ってる。頑張ってる。だから食うモーションやめろ。
ゃう。なんなんだそれ。食いたい衝動が。ダメだ、お前ダンベル食ったら死ぬぞ。じゃあ私頑張って痩せるから、毎日運動しよう。もうそんなこと言ってねえで、お前次これだ。ほら早くやめるんだよ。ダンベルを明日から頑張る。明日から。今やらねえやつはもう今日も明日も明後日もやらねえんだよデブがよ。ほらその寝るところをここに変えるだけだ。ほらユンちゃん。なにこれ。これユンちゃんのやつじゃんそれ。帰ってよ。もういいユンちゃん。ユンちゃんあんま痩せたら食えばいいから、早くとりあえずこのバーベルをやれ。もう無理だこんなの。すごいすっぽりハマってる。綺麗にすっぽりハマってる。大丈夫か。なんか頭練り込んでるみたい。あーマカロンだ。こんなところにマカロンが落ちてる。ほんとだ。ねえユンちゃんバーベルに入ったら挟まって動けなくなってる。もういいんじゃない。ねえねえねえ、思った。ここに閉じ込めとけばさ、もう飯も食えないしさ。あー確かに。死ぬ死ぬ、あげれなかったらそのまま死ぬだけだよ。無理だ。なんてスパルタなんだ。あーでも確かに痩せたら外に出れるじゃん。何してるんだそれ。何これ腹筋、腹筋やってるの。腹筋してる。バーベルの、バーベルの機械で腹筋すんなよ。なに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 をしたの今。めり込んだ。壊れる壊れる。おお何が起きてんだ。何が起きてんだ。もう無理だ。な何をやったの今。もう一回やって。こうやって。それ何、それ何。これ腹筋。腹筋じゃん、腹筋じゃん。逆逆逆。まったじゃあ背筋だろ絶対それ。アイカイがもう帰る。いや、何帰るな、帰るな、帰るな、帰らせないよお前は。今からピザパーティーするんだから、新年活気で。あーピザパーティーだ。お前の分はねえよ。ちなみにユンちゃん食べ物食べた瞬間にさ、打つからよろしく。もう当ててるやん。じゃあみんなで食べよう。いやお前サイコパスかよ。かわいそうだけどな。まあでもしょうがないな。ユンちゃんは、もう食べたからこうなってるんだよ。はぁ、匂い、匂いだけ嗅ぎな、匂いだけ。そうだそうだ。だから帰ろうとすんの、お前帰らせないって。何帰ろうとしてんだお前。座れ。お前もうここで、もうここで腹筋やっとけよお前は。意地悪だ、意地悪だよ。あーいいぞいいぞ。いいな。いいぞいいぞ。よし、じゃあ俺はこれ食べよう。うわっ、ほらユンちゃん目の前にあるよピザが。ほら起き上がれ、頑張って。あおい食うな食うな食うな。何どさくさに紛れて食おうとしてんだよ。お前なんで腕立てて飯食ってんだよ。おい意味ねえだろ。ダメ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 、こんなところに置いてた。あーやばい、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 こいつ食ったぞ今ピザ。おいもうあいつどうにかしろよマジで。固定しないとやばい、やばいってガチでもう死ぬよ。いやわかったわかったわかった、サンド、これ今室内でやってるからダメなんだ。外で走らせよ。そうだね、そうだ、走らせよ。有酸素運動、そう筋トレより有酸素運動の方がいいよ。そうだ、徹底的にもう痩せさせよあいつ。あもうスポトリも禁止、ね、あの糖分あるからダメ。そうだよ。おいあいつどこ行った。帰ったかもしかして。もう帰ったよ。ちゃんと戻ってきたこいつ保健室から。おいお前今から校庭走れ。え危ない運動じゃない。いや校庭じゃないよ、外周だよ外周。あいいな、じゃあ外周しよう。ほらついてこない。ほら行け。もう無理だよ。あじゃあじゃあサンドさ、もう後ろから行ってよお前。止まったら撃つからお前のケツ。もう本当に疲れたな。死んだよ。じゃあ俺らも一緒に走ってあげるから。そうだよ、優しいだろ。もうなんでお前は寝てんだよ。サボんなお前。いや俺はここで見てる。見てるじゃねえよ。ほら早くしろ。おおい走れ走れ早く。ほら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 早く走れ。1212でも遅いぞ、走れ早く。ほら1212。じゃあ俺はこのもらったマカロンとか食べてよ。大丈夫か。あやばい、ゆんちゃんが行ってる。あやばい、逆方向に行ってる。何戻ってきてんだ。死ぬよ。でもこれだったら痩せそうだな。よし1212。おいゆん走れ。おい止まんな。はい走るぞ。俺お前痩せるまでずっと走るからな。それから来る日も来る日もユンはダイエットを続けていった。朝から晩まで他の部員と一緒になって腕立てや腹筋も行った。ほらユンちゃん頑張れ。ああと120回だ。120回。あうまい。これね見てユンちゃん、ほらおにぎり。いただきます。いやこいつうざいな。うまー。あねジュース持ってきたんだけど食べる。もうダメ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 。あおめえはさっさと腹筋しやがれ。お前もお前でひどいな。ほら走れー。あーもう暗い。
ないかよ。早く走れ。ほら走れ。いやもう一回だよ。足を止めるな。疲れるぞ。走れ。早く。キャンディーうめえ。食べ物。走れお前。おい。早く。おい。何してんだよお前。早く走れ。足ちぎれるまで走れ。それはちょっと怖いけど。ほらトランポリン飛ぶんだ。よし今日はトランポリンだ。あうめえ。早く行くぞ。あキャラメルアップルだ。本当だ。いいだろ。来んな来んな来んな。よいしょ。ジャンプしろ。ああわかんか。ほいほいほい。トランポリンあと2時間。え2時間前お前や。ほいほい。よく跳ねるなユンちゃん。めっちゃ跳ねるな。あれユンちゃんこっちだ。ええ悪いよ。ほら。これ壊す。ほらユンちゃん食いたいんだろ。ほら食べたいなら自分で取りに行け。ほらほらほらこっちだ。ダメ食んな。犬みたいになっとるやん。ゼアルより犬やん。やめろやめろ。あやべ取られた。ダメだ。やめろやめろ。食うな食うな。あーっておい。あいつやれあいつやれ。ダメだって。もう食い意地が悪いやつだなこいつは。ダメだって。ほら1ヶ月後。いやユンちゃん1ヶ月よく頑張ったね。いやもう本当に疲れた地獄の日々だった。マジで痩せてよかったね。ていうか3日食っただけでさ、もう1ヶ月もかかるんだな。まあ、痩せるの大変だから。まあそりゃそうだけど、いや太れるのすごいよ。逆に才能だよこれ。逆にね、もうね食べ過ぎってよくないね。いや当たり前だろ、分かりきってんだろ。あ、てかさ、そうじゃん。そういえばさ、うん、1ヶ月前部室になんかユンちゃんのビフォーの写真あったからさ。あ、そうじゃん、うん、それちょっと確認しようよ、どんだけ痩せたか。いやもうめちゃくちゃもうナイスバディになってるよ。それでは手を合わせましょう。合唱。いただきます。いただきます。え、何人で、え、どういうことどういうこと。お前、おい、サンド、ん、お前授業受けないで何してお前。おう、デブ、どうした。なんでお前が太ってんだよ。お前の方がデブだよ。デブがいる、ここに帰って。デブ合唱いただきます。本当にサンドだよね。知らない人かも。ちょっと待って、てかさ、サンドさ、ユンちゃんが筋トレしてる時もさ、なんか食ってなかった。あ、だからこいつが代わりに食ってたからこいつが太ったってこと、うん、じゃあ俺ユンちゃんのせいで太ったの。いやお前自分で食ったけどね。まだ太ってないけど。いやもう太ってる十分。よし、じゃあサンド1ヶ月過酷な訓練やるか。頑張ろう。おい食うな。おい取り上げろ取り上げろ。ダメ。おい食わせろ食わせろ。俺を食わせろ食わせろ。サンドにあげる食べ物はない。うらうらうら、やめろ。やめろ。食わせろ。俺に飯を持ってこい。ダメ。いやユンちゃんより手つけられない。痩せろサンド。うるせえデブ。やばい。もうデブじゃねえよ。